皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。9月もですね、残り、1週間弱となりまして、いわき市アンモナイトセンターの体験発掘再開まで、あと1週間と少々という感じになってきたんですけれども、2021年にもですね、コロナの時に、2ヶ月半くらい、体験発掘ができない時期があって、でそれもやっぱり10月から再開っていう感じだったんですけれども、でその時にですね、一応記念というか、なんというかということで、ヘルメットをですね、真っ赤なやつに作り変えたわけなんですけれども、また再開を記念してですね、ちょっとヘルメットのカラーをねちょっと変えてみようかなというところで、先ほど真っ赤になってたヘルメットは、あれは一応ね、ラッピングで赤くなってたんですけども、それを一応元に戻しまして、こう真っさらな状態になってるんですけども、今回はですね、ガチでこれに塗装をしていこうかなと思います。はい、でどんな塗装を施すのかっていうと、ちょっと最近やってみたいなと思ってた、ちょっとねエイジングですね、逆にこの綺麗な状態から汚していくという塗装を、ちょっとね、これに施してみようかなと思いまして、今回こうね、真っ赤から真っさらに戻したわけなんですけど、で今回どんなデザインにするのかっていうと、こんな感じに、したいと思ってるんですけれども、このようにですね、ミリタリーグリーンの、ヘルメットにしてみたいなと思って、その横には、ちょっとね、イラストなんかも入れて、全体的には古い戦闘機の、こうノーズアートの入った戦闘機のなんかイメージ的な感じにしたいなと思ってまして、でヘルメットにこうね塗装していきたいんですけど、この現時点なんですけど、この数日ちょっと雨続きで、で塗装をね、外でやりたいと思ったんですけど、全然こう雨が止む気配がないんで、どうしようかなと思って、仕方ないんで、家の中でやるようになるかなと思うんですけども、でざっくり、塗装に使う材料は、ダイソーで買ってきました。こちらですね、メインのカラーになるのはこちら、ウォーターベーストペイント、水性塗料なんですけども、こちらの防カビ水性塗料、ミリタリーグリーンですね。もうちょっと鮮やかな、ミリタリーグリーンっぽいやつもあるんでしょうけども、やっぱちょっとねくたびれた感じの色のものを選びました。で、エイジング塗装をするにあたって、汚しに使う塗料もこちら水性塗料ですね、ダイソーの水性塗料、こちらの3色を買ってきました。で、ヘルメット、これ屋外で使うものであって、当然化石発掘やってる時にはこう雨なんか降ってきちゃう時もあるんですけど、水性塗料で大丈夫なのかっていうところなんですけど、意外とこれ乾いちゃえば水がかかっても、塗料がこうダラダラダラってなっちゃうことはあまりないみたいなんで、とりあえず塗ってみてですね、でちょっと水で濡らしてみてとかのテストもして、大丈夫なようにやっていきたいなと思います。で最初にこう塗装をする前にですね、この表面こうツルツルなんで、この塗料がよく食いつくように、足付けという作業が必要になるんですけど、この表面を軽く、ヤスリで磨いて、でその上で、サーフェサーですね、を塗って、それからこちらで、塗装をしていく感じにしていきたいと思います。その前にですね、このヘルメットの内側のやつ、これも全部外しちゃってからにしますね。足付けにはこちら密着ロンのマルチを使います。困った時の密着ロンですね。というわけで、密着ロン、塗りまして、1時間くらい置いて、ちゃんと乾きました。なんで、ここから塗料を塗っていきたいなと思うんですけども、
はい、塗るのはこちらのダイソーの水性塗料ミリタリーグリーンですね。で、まあ色を塗る道具ですけども、まあ塗るもんって言ったらまあハケだとは思いますけど、まあ今回はですね綺麗に塗ろうというわけじゃないんで、この、ヘルメットやっぱプラスチックのね、この質感をもうちょっと、なんていうかこう金属っぽいヘルメットにしたいなというところもあって、今回塗るのにはですね、こちらの、はい、これ見たことある方いると思いますけど、これあの洗車の、あの洗剤とかにこう一緒に、ね、こうくっついてついてくるようなこのスポンジですね、はい、洗車のスポンジで、まああのこれうちにあの何個もあって、まあ一つぐらいまあ使っちゃってもいいだろうっていうやつなんですけど、まあこれを使ってこのね、このスポンジの粗いやつですね、こう目の詰まったやつじゃなくてこう粗いものを使うと、まあ逆にこういうものにはこう逆にこうムラをつけてちょっとね古っぽい感じが出せるんじゃないかと思うんですけども、まあこれをですね、まあ使いやすい大きさにちょっと切って、それでまあ塗料をね塗っていきたいと思います。はい、では参ります。ちょっと、はい、これをこのヘルメットにポン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 とやっていく感じですね。はい、ではいきます。まあ、このとにかく綺麗に乗せようとは思わずに、まあ金属の質感が出るようなちょっと表面がこうザラザラした感じになるようにあえて汚く塗っていくと、うん、だから綺麗にこう均一に塗ろうとはしないで、あえてそのムラも残しちゃうという方法でやっていくと、それがいいのかもしれないですね。はい、まあ、結構これ明るめの、まあ、ミリタリーグリーンなんで、うん、まあ、後でここにこうイラストを、ね、入れようと思いますけど、その入れるイラストも、まあ、結構色あせた感じのイラストにしないと、なんか変にイラストだけ、ね、こう浮いちゃってもあれなんで、まあ、そこは後で工夫したいと思います。はい、はい、というわけで1回目の塗りはこんな感じにしておこうと思います。でこの、ヘルメットのこの縁の溝のところですね、ここはこう無理にこう押してこう塗っちゃうと、この先に塗った方をこうね擦っちゃう、スポンジを擦っちゃうと思うんで、1回乾かしてからこの溝をね、塗っていきたいと思います。はい、はい、というわけでこれ、ヘルメット全体的に塗れました。はい、内側もですね、まあ見える範囲はまあ一応色を塗ったんですけども、まあこの時点ですね、まあただのつるんとした白い樹脂のヘルメットよりは少しこう重厚感が出たんじゃないかなと思うんですけど、この表面ですね、はい、こういうふうに少しこうボコボコボコってなってますよね。でもね、これはあのやっぱりね、樹脂にはない質感なので、これでまあね、少し金属っぽくなってきたんじゃないかと思うんですけど、これにさらにこう汚れとかを入れていって、ちょっとね重厚感あるヘルメットの色にしていきたいと思います。はい、まあ、なんですけどその前にここにね、こっちなんですけど、ここに絵を入れていかないと、あの後から汚れをさらにこう、うん、追加しますので、まずはここに絵を描いていきたいと思います。はい、
はい、というわけで塗装が完了しました。はい、こんな感じになりました。はい、まあまあいい感じに汚せたんじゃないかなと思うんですけど、このサイドのイラストだったんですけど、このヘルメットに直接こうね、加工かとも思ったんですけど、ちょっとですね、適切なちょっと塗料が手元になかったんで、まあシートですね、プリンターで、パソコンのプリンターで印刷したやつをここに貼ってます。で、そのシートは、このヘルメットの曲面ですね。こういう曲面にこう、きれいに追従してくれるような、伸びたりする素材じゃなかったんで、まあちょっとシワが寄っちゃってるんですけど、このシワが寄ったところがですね、あたかも、このアモナイトの6のようになって、現れたんで、まあこれは嬉しい誤算だったかなと思います。ただこれシワ寄っちゃって浮いてるところはやっぱね、こう、剥がれやすくなってると思うんで、まあここは、後でニスとかを塗って表面保護して、剥がれにくくしようかなとは思うんですけども、まあ、とりあえず、こんな感じで、完成しました。はい。まあ、正面にはなんか意味ありげなロゴを入れようかと思って、まあ、適当なものを書いてますけど、まあ、大した意味はないです、これは。はい。で、まあ、横には、アンモメイトという、まあ、ちょっと造語を、レタリングで入れてみました。はい。で、その上から全体的にまた汚しを入れて完成させました。はい。はい、というわけでこの動画の出る翌週にはですね、アモナイトセンターでの体験発掘再開されます。はい、まあ、人数的にはですね、200人キャパ、これ最大まで広がる予定ですので、まあ人数いっぱいになっちゃって札止めとか、あるいはこれ以上できませんっていうことはもうね、まあ、なくなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、詳しいことはですね、いわき市アモナイトセンターのホームページでご覧になっていただきたいと思います。はい。というわけで今回はですね、こちらのヘルメットのエイジング塗装をやってみたわけなんですけれども、自分もですね、実習からの体験発掘再開に向けてちょっとね、いろいろ準備していきたいなと思います。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。